ちなみに堀江さん YouTube で池田さんのことをこうおっしゃってまして、池田さんってめちゃまともなこと言ってるんだけどめちゃ嫌われてんのっていうふうに堀江さんが YouTube でめっちゃ戦ってますよね、なんかもうマスコミにもうみんな出入り禁止になっちゃうのね、この電波の話をするとね、あれ何なんですかね、やっぱ電波ってすごいですね、いや電波はね、堀江さんもその痛みあったでしょ、そうですね、そうですね、フジテレビあれ言っちゃダメなんですね、あれね、みんな隠してることなんですよね、一番隠したいことなんですよ、なぜかね電波利権っていうのは、はい、でもこのでも十数年で少しずつその風穴も開いてきたりとかしてる部分も、全然変わってないと思うな、なるほど。